老国博士は日本律令制において恩名寮に置かれた博士。和君は時司。東さ。名は司さ立つ軽つ星。定員2名で時には玄関が置かれた。17位下相当であるが5位、6位が認じられた例もある。市長から選抜された守立てを率いて老国を警備するとともに時刻を図り、定時に上立てに命じて 陰陽寮内に設置された金を打たせた。天皇の行行の際には、牢国博士1名と、守る身長12名が牢国とともに随従する義務があった。なお、党にも牢国博士の感触は存在したが、党では牢国の実務は、軽坪星、森時、牢国展示がいて、牢国博士は牢国生を教育することが職象とされていた。 これに対して、日本では、軽つぼ森時、牢国展示が設けられずに、牢国博士がその職掌を行い、反対に、牢国星の制度も設けられなかったために、牢国博士に教育の職掌がなかった。もっとも、牢国の技術は、比較的早くに途絶えたとされ、陰性期には、鴨もの氏安倍氏の一員や、その推挙する門人のための官職となる。官の推進 末永は、牢国ではなく、年税の達人として、牢国博士となったとされる。なお、太宰府、道の区国にも牢国は設置されたが、博士は置かれずに、上達邸が管理していたとされている。木下正史、古代の牢国と時刻制度 ISBN978 から4から 642046572P307 から312。ありがとうございます。